こんにちは、ジマです。今回は動画編集アプリキャップカットでテキストのサイズが数値で調整できるようになりましたので、そのやり方をご紹介していきたいと思います。まあ、結構普段からねキャップカットを動画編集アプリとして使ってる方はもうねすでにお気づきかもしれないんですけれども、まあ、今までだったらテキストをねこう入力して入れたらサイズっていうのは、まあ、2本指でねプレビュー画面を2本指で拡大したり縮小してサイズを調整するか、もしくは右下にある矢印部分っていうのをこうね右斜め下左斜め上にこう調整して大きさサイズっていうのを調整していたかと思います。ただこのやり方だと結構ねこうサイズを調整している時にくるっとテキストが回転してしまったりとか、あとはもしくはこういくつかねテキストを入れる時に全部同じサイズにしたいのに、まあ、やっぱりこう感覚でサイズを調整しているのでそれぞれがね結構ばらつきがあったサイズになってしまったっていう経験もあるんじゃないかなと思います。ただそれがね今回数値で全部、例えばサイズ50なんだったら全部50っていうサイズにすれば全く同じ文字サイズに調整できるっていうところですごくねサイズ調整がしやすくなりましたので、そのやり方ご紹介していきたいと思います。それでは早速編集画面に移っていきましょう。はい、じゃあまずテキストをねこの画面に入れていきたいので、下の段の T テキストを押していただいてテキストを追加を押しましょう。はい、でここに好きな感じでとりあえずテキストを入れていきます。はい、でここからなんですけれども、まあ、今までだったらねこの、まあ、チェックをつけた後に2本指で画面を拡大縮小をしてここで大きさを変える、もしくは右下のこの矢印の部分ですねを右左にスライドさせるっていう感じでサイズ調整してたんですけれども、今回のやり方はですね、今ここでテキスト入力が終わりましたら一旦下の段のこのスタイルっていうところを押しましょう。はい、で下の段のこのスペースっていうところを押します。はい、でここにサイズありますね。このサイズっていうのを右にすれば拡大されて左にすれば縮小されます。でここね数値が動いてるのお分かりかと思うんですけれども、ここで文字のサイズっていうのを数値で調整することができます。なので例えばちょっと小さい漢字の文字サイズにしたくて、例えば8とかにしましょうか。でしたとすると、まあ、これでチェックをつけるとこの文字は8っていうサイズになります。なので例えば次にまた同じようにテキストをねどこかしらで入れたいってなった時なんですけれども、まあ、ここでテキストをね次のテキスト入れて、でこのテキストサイズも先ほどのサイズと全く同じにしたいっていう場合は、スタイルまた押していただいて下の段のスペースを押してここのねサイズっていうのを8にしていただければ、はい、全くこのサンキューとグッドバイは全く同じ8というサイズに調整することができました。はい、これめちゃ便利ですね。このサイズで調整できるだけですごくね統一感ちゃんと出ると思うので、ぜひ皆さん今までサイズ文字のサイズ同じにしたいのになかなかならへんってなった人はぜひ数値でサイズを調整してみてください。であとね、私がこのテキストに関してもうちょっとキャップカットさんぜひアップデートしてほしいっていう部分は、せっかくねサイズが数値で調整できるようになったので、あとはこの配置場所もこの X 軸と Y 軸で数値の調整ができるようになるとめちゃくちゃ嬉しいなと思ってますっていう、まあ、ちょっとキャップカットへの願望をここで吐き出させていただきました。まあ、これね X 軸と Y 軸の数値調整ができたらねめちゃくちゃまた便利に細かい調整ができるようになると思うので、まあ無料で使えてるアプリなんでそこまで言うのもあれなんですけど、すごいそこができるようになると便利だなと思っております。ということでちょっと話がそれたんですけれども、今回はキャップカット動画編集アプリキャップカットの方で、テキストサイズが数値で調整できるようになったっていうことの、やり方をシェアさせていただきました。本日の動画はこれで以上になります。この動画少しでも参考になったらよかったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンやコメントいただけますとすごく励みになります。今回の動画はロイヤリティフリー BGM 効果音のオーディオストックのスポンサーでお送りしました。今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。